え40代公認会計士です。一人で稼げる限界は、私業の場合3000万限度と言われています。私業に限らず、一人ないし、少人数で年収1億稼ぐとしたら、ひろゆきさん、どうやって達成しますか ?IT じゃないですかあの、アプリ作ってる人で年収1億超えてる人とかってたまにいるので、あはその,あの、公認会計士とか弁護士とかって、あのどんなにギャラのいい人でも、まあ、お医者さんもそうなんですけど、あの基本、自給商売なんですよ。 なんで、その時給10万円の人とかで、じゃあ1時間働いて10万円だとしても、まあ、1日8時間しか働かない、はいよね、ってなると、やっぱり1日80万円しか稼げないんですよね。で、22日間ですってなると、まあ、月に6 0 0万円ぐらいなので、そうするとあの、なんか1億8000万円ぐらいが限界だと思うんですけど、じゃあその IT でそのアプリ作りました。そのアプリがめちゃめちゃ流行りました。で、基本的にはもう自分はプログラムしかやってませんっていう人だと、じゃあそのアプリ売れました。何億円ですみたいな話になったりするので、なので、その時給で働かない っていう方が収益性は高いんじゃないかなと思いますけどご視聴ありがとうございましたチャンネル登録お願いします